帰ってきた。ええ。かぶってるあいつ。くそ。メットかぶってたんや。だから聞かんかってんな。やっと待って。何人やられた。大丈夫か。何か動いてる。これよかったら。いただくぜ。敵が来た。おお。急に来んのやめてくれ。びっくりするから。分かってんだ。いつまでも探すからな。捕まえたら後悔か。普通に交通事故。これは売れそうだ。入れてあげて。どうも。調子はどうだい？耳が集まって。でタッカーに報告しよう。ちょっと待ってよ。回復しとこうか。使いまーす。はい。どうも。出てきたよ。あいつを見つけたかい？ああ、奴のタイヤレバーだ。注文通りだろう。ああ、よくやった。ディーコン、お前は安心して仕事を任せられる男だ。まったく、普段はどこにいるのか知らないが、お前がいてよかった。まあその辺にいるさ。また何かあったら呼べよ。アルカイに会いな。クレジットを足しとく。イエーイ。と300メートル。危ない。もうちょいや。危ないよ。セーブしとこう。さっさと仕事に戻りやがれってんだ。働け。俺は何もしてない。ひどい。やることやってりゃ大丈夫だ。ボコボコにされとったやん。よし、待ってろ。ありがとう。大量の巣だ。全部燃やしてフリーカーの数を減らすか。あれか。ここやばそう。
めっちゃ声する。絶対やが。これもネロのボイスレコーダーか。怖い怖い怖い、もう一体何にやられたんだ。どうも嫌な予感がするな。巣が近いな。匂いでわかる。あ、これいける、これ。これ近いぞ。来てる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 。帰って行きよる。なんかあるな。いや、やばすぎやろマジで。あの団体よ。どないせいちゅうねん。やったらば、焼くだけ焼いて差し上げて、登れ。よし。あ、ここも寝ろか。まだあったか。いずれは跡形もなく消え去っちまうんだろうがな。政府のキャンプに避難して結局全員死んじまうとは。ネロなんかに期待しちゃいけねえんだよ。なるほど。レコーダーだな。緊急事態、調べてみるか。こちらはスリーフィンガードジャックの西にある難民キャンプ13デルタ。ダメだ。おい、うるさいぞ。今すぐ援護が。ちょっと待ってろ。このほんまうるさいね。こちら難民キャンプ13デルタ、襲撃されている。聞こえるか。貸して。何やってる。いいから。おい、せよ。話せ。貸して。周りの音が聞こえへん。でな、間に合わなくて悪かった。ぶねえ。よし、これで今ので最後だな。
とりあえず終わったかな。よし、サラ、全部片付けた。もう心配はいらない。で、あ、墓標か。俺だ。死んでもとは言うてたもんな。でもあの、何だっけ、オブライエンいうやつは生きてんちゃうの？あの、自称大学生やろ、オブライエンって。見せないと。ねえ、伝えたいことがあるの。俺の腕なら大丈夫だ。あなたに戻るべきじゃないって言われたのに聞かなかった。危険だって知ってたのに。もうこんな状況になってるなんて誰も予想できなかった。そうじゃなくて、こうなったのは全部私のせいなの。あなたに何かあったら。心配するなって。俺は平気だな。リーコン待って。サラ急げ、子供がいる。えねえ、あなたは大丈夫？ほら一緒に親を探しに行こう。早く行くぞ。アクシは、ああ、大丈夫か？あ、わからない。でも深くなさそう。いいか、これを当ててしっかり押さえてろ。走れるか？うん、でも歩けそう。よし、ちょっと。痛い痛い痛い。あと少しだから。国の奴らはどこ行った？きっとみんな避難したんだ。夫婦揃ってタトゥーまみれやね。ああ、きっとそうだな。熱が出てる。内臓をやられたのか。このままじゃやばい。大丈夫かサラ。バカみたい、あんな小さな子に刺されるなんて。ひでえ鍵だ。おい、手を貸せ。うん、よし、ゆっくりだ。また来るぞ。ここにいたらまずい。屋上に行ってヘリを探す。これでオープニングに繋がるわけや。なるほど。よし、ここで休もう。おい、ゆっくりな。あの子はなんだか妹に似てたの。小さい頃よく一緒にかくれんぼをしてた。妹はね、いつも上着であんな風に頭隠すの。あの傷はかなり深いぞ。熱が出始めてる。ああ、まずいな。ここでは。ああ、やばいやばいやばい。こっちだ。ああ、さあ動けるか。うん、ああ、いいぞ、先に行け。ああ、早く出てけ。お前が妻を殺した。よし、そうです、そこに座れ。そうだな。うわ、びっくりした。どうする？ああ、そうだな。奴の注意を引け。俺は後ろから回り込む。分かった。気にすんな、行け。いいから行けって。え、操作する。お前が殺したんだ。なあ、おい、ちょっと待てよ。見ろ、武器はない。出てけ。落ち着いて聞いてくれ。怪我した嫁をここの屋上に連れて行きたいだけだ。お前が殺した。上でヘリが待ってる。俺の妻をこの人からしめ。違う、それは俺じゃない。聞いてくれ、俺たちはその人に何もしてないんだ。何もしてないんだ。この人からしめ。お前が殺せ。殺すなんだ。お前が悪い。あ、
助けてくれ、怪我をしてる。彼女どうしたんだ。あの怪物どもにやられたんじゃない、刺されたんだ。でもヘリはいっぱいだ。なあ聞いてくれオブライアン、早く病院に連れて行かないと、このままじゃ死んじまう。病院なんてないよ。おい、なんだよそれ。だったら医者は野外病院とかなんかあんだろ。僕はただの大学院生なんだよ。そんなこと僕に言われても困る。オブライアン。ああ、分かったよ。でも、ヘリには2人までしか乗せられない。2人ってふざけんな。無料オーバーなんだよ。2人以上は無理だ。分かった。おい、手伝ってくれ。ほら、安心しろ。大丈夫だからな。捕まって。すぐ戻ってくる。よし、ブーザー、早くヘリに乗るぞ。待て、早く乗らないと。聞こえてたぞ。あと2人しか乗れねえんだろ。ほら、さらっと行け。心配すんな。こんな傷へでもねえよな。ブーザーいつもどっか怪我してんだ。そうだな。行き先は何？どこ行く？スリーフィンガードジャックの西にある難民キャンプだ。ダメ。サラ、ブーザーを一人で残したら死んじまう。後で返してくれ。乗るの？乗らない。これやってまあゆっくり休んでくれよな。また後で様子を見に来る。お前がそんなこと望んでないのは分かってるんだが、俺はどうしてもな。まあそういうことだ。また来るよ。ブーザー、またネロのヘリだ。またヘリや。何やってんだろうな。